はい、どうも皆さん、こんにちは。パセイヨです。それでは今日もやっていきましょう。東大卒会計商社マンがファイヤー戦略について語るパセイヨのファイヤー教室。本日はいつもとちょっと変わった入り方でいきなりクイズをしたいと思います。どちらがお金持ち？ A さん、10年積み立て投資で1億円を達成。 B さん、20年積み立て投資で1億円を達成。利回りはどっちも毎年 5%。 どうですかね。これが分かれば出口戦略が分かるということで話していきたいと思います。はい、ということでいきなりクイズから入っちゃったんですけれども、今日お話ししたいのはファイヤー目指す上ですごく大事な出口の時の計画に関してのお話なんです。で、タイトルだけだとちょっとクイズの前提条件が足りなさそうなのでね、そもそもお金持ちってなんだよって感じですよね。なのでここで改めてもう一度説明したいと思います。クイズの趣旨はこんな感じです。2人の1億円の投資資産、価値が大きいのはどっちっていうことですね。で、A さんも B さんもどちらもインデックス投資、中身は何でもいいです、全世界でも全米でも、インデックス投資を毎月積み立てしましたと。ただ違うのは A さんの方が入金ガツガツして10年で貯めたんですよね。10年で1億円貯めようと思うと大体ですね、毎月60万円ぐらい、年間800万円ずつぐらい貯めていかなきゃいけないんですよね。結構な入金力なんですよね。で、 B さんの方は20年で貯めましたと。なので20年だったら毎月25万円、年間300万円ぐらいのペースでいいですよと。で、これを毎年 5% の運用利回りで回すと、2人ともそれぞれ10年後20年後には1億円にたどり着きました。じゃあこの1億円にたどり着いた時、 A さんと B さん、この2人のそれぞれの投資資産、どっちが価値が大きいですかっていう問題なんですよね。同じ1億円だよね、じゃあどっちも一緒じゃないのと思いますよね。ただ違うんですよね。考えるヒントはこれ、この投資資産を売却した時に手元に入る現金はっていうことなんですよね。わかりましたかね。ということで、この動画ではこの答えと、そしてその考え方がファイヤーに与える影響を解説していきたいと思います。改めまして皆さん、こんにちは、パセイヨです。本題に入る前に自己紹介をさせてください。このチャンネルではファイヤーや投資などの情報を中心に発信をしています。私パセイヨはアラサーの男性、夫婦共働きでして、東大を出た後商社に入って会計士を取って、今の資産は4000万円、2025年1億円に向けて資産形成中です。そして今の目標としては、こういった YouTube 活動を通じて新たな仲間を作ってファイヤーという生活を楽しみたい、そんなことを考えています。もし同じくファイヤーを目指していたり、資産形成に励まれている方は参考になる情報をご提供できると思いますので、ぜひ画面下のチャンネル登録ボタンとその横の通知ボタンを押していただけるととても嬉しいです。それでは本題いきましょう。はい、ということで早速答え見ていきましょう。答え、正解は A さんなんですよね。 A さんの1億円分の投資資産の方が B さんより価値が高いんですよね。これ同じ1億円のインデックス投資なのにその差がついた理由はこちら、税金ですね。というのも、考え方としてはですね、資産の価値っていうのは売却したら手元にいくらの現金が残るかを考えるのが大事なんですよね。例えば家だってそうですよね。家の資産価値っていくらかっていうと、いや俺の家素晴らしいぜっていう話じゃなくって、それを今売ったらいくらの現金になるかってことなんですよね。で、それをさらに踏み込んで考えると、もし売った時に税金がかかるんだったら、それも含めた税後でいくら残るかっていうのを考えたいですよね。ということで次のスライドでですね、まあ、A さんと B さんの手元に残る現金についてもう少し詳しく解説見ていきましょう。はい、こちらが今2人がですね、インデックス投資を一括売却して現金化した場合に税後で残る現金がどうなっているかですね、一緒に見ていきましょう。こちら楽天シミュレーターに先ほどの条件を入力したものですね。 A さんの場合から見ていきましょう。 A さんはですね、まあ、このようにですね、10年間ですね、まあ、年間800万円ずつ積み立てていった場合、年間800万円ですから10年後にはですね、まあ、1億円貯まってるんですけど、その構成としては元本が800万円の10年分なんで8000万円で、残り2000万円分の含み益が乗っかって1億円に達成しているということなんですよね。なのでこれを今売却すると、これですね、この含み益2000万円が全部実現するので、ここにまあ税率 20% の前提とすると400万円の税金がかかるんですよ。なので今この1億円の投資資産を売って A さんの手元に入る現金っていうのは、この400万円が引かれた9600万円が手元に入るわけですね。
で、同じように B さん見てみると、これ横軸同じ長さになっちゃってるんですけど、積立期間はですね、B さんの場合20年間ということで、これカーブ見ていただくと B さんの方が最後ギューッと上がってきてる感じがしますよね。まあこれ期間長く取った時に最後ね、資産の増え方が増えるっていう形なんですけれども、まあ B さんは年間300万円ずつの20年ですから、最後1億円貯まった時の元本としては6000万円。で、含み益が4000万円乗っかって同じように1億円になってるっていうことですね。で、これを同じく B さん売却すると、課税が今度は800万円もかかるんですよね。4000万円の 20% ですね。なので、この1億円を売って手元に残るのは B さんの場合9200万円なんですよ。ね。このように2人とも売る前はそれぞれ、俺1億円持ってるぜ。あ、お前もか。俺だって投資信託1億円持ってるぜっていう話をしてたはずなのに、いざ現金化してみるとこんな感じで、400万円も差が出て A さんの方が大きくなってるんですよね。はい。で、先ほどはですね、まあ、10年とか20年かけて作った1億円を一気に売却する例を話したんですけれども、実際こんなことしたらさっきみたいに含み益が全部確定して国税から一気に税金の取り立てが来ちゃうんで、そんなことする人はなかなかいないですよね。実際には 4% ルールを使ってですね、少しずつ取り崩していく人が多いですよね。なので、その場合にも本当に A さんと B さんの間に差が出るのかっていうのをこっちで見ていきましょう。はい。じゃあまず A さんから 4% で取り崩した場合どうなるかを見ていきましょう。先ほど見た通り、A さん、この1億円のうち、含み益っていうのは 20% 分ですね。で、この1億円の資産から 4% ルールに基づいて、なので400万円ですね、取り崩した場合、どうなるかっていうとですね、この400万円の取り崩したうち、その 20% に当たる80万円ですね。これが、含み益から引き出した部分とみなされますので、この80万円に税金がかかりますと。税率 20% すると、税金は16万円かかりますと。なので、A さん、400万円ですね、取り崩したわけですけれども、このファイヤー初年度の手取りっていうのはですね、16万円の税金が取られちゃいますので、380万円が手取りになるということですね。一方で B さんもどうなるか同様に見ていきましょう。 B さんの場合は含み益率高いんですよね。 40% でしたね。なのでここからですね、400万円を取り崩した時にはどうなるか、課税どうなるかというと、この400万円のうち 40% にあたる160万円がこの濃い青の含み益から引き出したとみなされるわけですね。なのでここに税率 20% かかるとすると、32万円が税金として持ってかれちゃう。なので B さんの初年度、ファイヤー初年度の手取りは368万円ということで、ここでもやっぱりですね、16万円の差。 A さんはだいたい380万円、 B さんが360万円ということでね、2人とも1億円持ってファイヤーしたはずなんですよ。で、 4% ルールに基づいて400万円ずつ取り崩したはずなんですよね。ね、A どうだ、久しぶりだな、ファイヤーしてどうだっつって、あ、380万円入ってると、え、俺360万円しかないよっていうことで、同じ1億円でもこの差が出てきちゃうんですよね。これ不思議じゃないですかね。ということで、次のスライドではですね、なぜこの差が出たのか解説していきたいんですが、このですね、税金の考え方、含み益に対して税金がかかるよっていう考え方は、こちらの動画で詳しく解説しています。誰も教えないインデックス投資と高配当株投資の違いということでですね、概要欄にこのリンク貼ってますので、まだ見てない方、ぜひご覧になってみてください。はい、ということで、このスライドではですね、A さんも B さんも証券会社の画面上の資産額はどちらも1億円で同じだったはずなのに、いざリタイアしてですね、現金化していった時になぜああいう風に差が出たのかっていうことを深掘りして解説していきたいと思います。で、 A さんはどういうタイプだったかというと、まあ運用益にはあんまり頼らずに、結構入金をガンガンする入金特化型だったんですよね。なので短期でですね、結構元本中心に資産形成を行っていたタイプなんですよね。なので、課税が少なかったんですよ。一方、B さんっていうのは、まあ入金も結構頑張ってたんですけれども、まあ期間を長く取ってですね、運用による含み益っていうのも結構取ったっていう、まあ持久力戦型みたいな感じなんですかね。はい。長期で元本も含み益もバランスよくトッピングしながら資産形成をしていったみたいな感じ。だから課税が多かったんですよ。これ当たり前ですけれども、元本を積み上げて築いた資産には一切課税されなくて、そこから元本から出た利益、含み益が実現した時に課税がされるわけですから、その元本と含み益のバランスが違えば課税も違いが出てくるっていうことですね。はい。なので読み取れることっていうのは、同じ投資資産であっても、投資期間などの条件によってですね、含み益っていうのは違うんですよ。だから当然手取りも違うんですよ。なので、ファイアする人、自分の将来の手取り額は自分にしかわからないので、ちゃんと計算しようねっていうのがメッセージですね。で、ここで勘違いしていただきたくないのは、これですね。
今回、まあ、B さんのように長期運用するとですね、まあ、含み益が増えるから、ね、課税が多くなっちゃうよって話をしたんですけれども、だからといって長期投資するなっていうメッセージは全くないので誤解しないでくださいね。はい。当たり前なんですけど、利益には税金かかるんですけど、当然ながら利益っていうのは税金払ってても利益出した方が得なんですよ。はい。で、投資で利益を出すには、長期分散積み立てっていうのは大原則なんですよ。大原則なんですけれども、利益に頼らずに入金でガンガン1億円を作った人の方が、最後の課税っていうのは少ないので、A さんの方が今回は手取りが多かったよっていう話なだけですね。なので、この動画、長期運用を否定するものでは全くないので、そこだけは勘違いのないように改めて強調させていただきました。はい、ということで最後に、まあ、じゃあどうするかという部分についてお話ししたいと思います。ファイヤー後の課税への対策ですね。3つ用意しました。まず1つ目がですね、まあファイヤー後の税金まで考えて計画を立てましょうということですね。で、2つ目が非課税制度を最大限利用しましょうとね。さっきの前提は含み益に対して 20% の税金がかかるよって話だったんですけれどもね、NISA 口座だったり、あるいは確定拠出年金口座をね、使える範囲で使えれば1億円のうち、例えば4000万円は非課税口座に入ってて、6000万円分だけが課税口座、特定口座に入ってるみたいな形でですね、税金を下げることができますからね。で、対策の3つ目、まあ、対策というかって感じなんですけれども、できればですね、入金力を上げて、含み益に頼りすぎずに、結構元本もちゃんと積み上げながら資産形成をすると、将来の課税が少なく済むよっていうことでですね、やっぱり結局入金力なんですよね。なのでこの稼ぐ力って無視できないんでね、まあ、転職だったり副業だったり節約だったりっていうのでですね、入金力を上げるっていう努力も怠っちゃいけないなと。同じ1億円を作ってもやっぱり入金力を高く1億円にたどり着いた人の方が将来待ってる税金っていうのは少なく済むんですよね。はい。で、ここで補足なんですけれども、この対策1のファイヤー後の税金まで考えて計画を立てるっていうところ、さっき見た通り A さんと B さんの間には年間16万円の差があったんですけれども、いや、たかが16万円だろうって思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、このファイヤー後の数万円、これ最近の中田敦彦さんに言うと、本当見くびらないでねっていう感じなんですよ。はい。ぜひですね、この動画見ていただきたいんですよね。ファイヤー本当にうまくいく？ファイヤー後に失敗しない方法を会計士が教えますということで、まあ、こんな感じでですね、まあ、5000万円ぐらいの資産を維持しながらですね、100歳まで生きるっていうファイヤー計画を作った。だけれども生活費が思ったよりかかっちゃったっていう場合どうなるかっていうと、こんな風に資産がすぐ枯渇しちゃうよっていう話をね、解説してるんで、よかったらこの動画ぜひ見てください。で、それからこの確定拠出年金についてはですね、いろんな議論があるの分かってるんですよね。ファイヤーする人にはイデコいらないよねっていう理論あるんですけれども、これ実はそんなことないんですよとね。ファイヤーする人であってもね、イデコって65歳まで引き出せないっていう制限あるけれども、十分使える制度だよっていうのも解説してる動画があるので、こちらもまだの方よかったらぜひ見てください。2つとも概要欄にリンク貼ってます。はい、ということで本日のまとめです。まず1つ目、同じ1億円の投資資産でも元本と含み益の構成次第では現金化した時に手元に残る金額っていうのは人によって違うんだよっていうのを見てきました。で、まあ、その対策としてですね、まずは含み益に税金がかかるってことをしっかり理解して、それを踏まえてファイヤー計画を自分で考えるっていうのが大事だよと。で、それからまあ非課税口座、できれば全額全部使っていきましょう。で、まあ、対策っていうかって感じなんですけれども、やっぱり入金力を上げて含み益に頼りすぎない資産形成の努力っていうのは怠っちゃいけないよねっていうのを見てきました。で、最後にですね、ちょっとこの動画の経緯をお話ししたいんですけれども、この動画もですね、実は視聴者さんからのコメントをいただいたことがきっかけなんですよね。というのも、この動画の中でも紹介したインデックス投資と高配当株投資の出口戦略の違いの動画あったじゃないですか。はい。あそこでですね、私、例として、まあ、含み益率が 10% だったらっていう前提でお話ししたんですけれども、視聴者さんから、私の含み益率 50% 超えてるんですよと。ね、実際、投資してたら、含み益率って 10% ってことはなくて、もっと長くね、投資すると、20%、30%、で 50% とかっていう風に、含み益率もっと大きくなるよねと。なんで、パセイよ、ね、そのシミュレーションちょっと現実的じゃないんじゃないのっていうコメントいただいて、いや、もうまさに本当にその通りと。いうことで、今回ですね、ファイヤーを前提にこういった楽天シミュレーションでですね、10年積み立てたら20年積み立てたらっていうことで、含み益率が 20% とか 40% だったらっていうことで動画を出させていただきました。本当にコメントありがとうございます。こんな感じでですね、まあコメントですね、いただけたらそれに対応するような動画もぜひ作っていこうと思っているので、視聴者の皆さんコメントぜひお待ちしてます。で、コメントはですね、なかなかちょっとハードル高いよっていう方はですね、最後にお願いなんですけれども、この動画がわかりやすかったらぜひグッドボタン押していただけると。で、わかりにくかったらバッドボタンでお知らせください。で、それから次回予告としてですね、今日お話しした内容、将来の税金コストの考え方ですよね。
これって会計上もまさにそういう考え方があって、これ繰延税金負債って呼ばれる考え方があるんですよ。はい。繰延って何かっていうと将来のってことですよ。だから将来の税金コストの負債ってことなんですよ。はい。負債ってなんか恐ろしいですよね。ただそう、皆さんインデックス投資されてますか？インデックス投資をされてる皆さんは時間の経過とともに負債を抱えてるんですよ。この繰延税金負債って呼ばれる。ね。インデックス投資で利益を増やせば増やすほど国税見てますよ。あ、あいつ利益を増やしてるぞと。将来必ず取り立てに行ったろうということなんで、皆さんちゃんと負債を抱えてるっていう認識を持たないといけないよっていう話をちょっとしていきたいと思っていますので、チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。はい、本日の内容は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。これからも資産形成お役立ち情報を発信していきますので、パセイを応援してるよという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。